各地の自治体で飲食店に対する営業時間の短縮要請が出る中東京都心や大阪で夜の人出が1週間前に比べて増加していたことが分かりました。 ソフトバンクの子会社アグープによりますと飲食店に対して夜の営業時間短縮を求めている東京の昨日午後10時の人出は1週間前に比べて渋谷駅周辺でおよそ23.8%新宿で1.8%増加しましまた。銀座はおよそ6%減少しました。 また、不要不急の外出の自粛を呼びかけている大阪の夜の人出は1週間前に比べて南波で21.3%梅田で18.7%増加していました。